きました。中之島、ゼンズに会っていつも気にはなってるけど、なかなか来ることがないことなんでね、ちょうどいい時間でしたね。うん。他にちょっと遠いところまで行くほどの時間はないですから、もう、淀屋橋を18時30分に出る電車までには乗らないといけないらしいんで、よかった、無事着きました。ここがちょうど端っこになるとって。もう、いかにも、奥に延伸したいんだろうなって分かりやすいですよね。でそこにはターミナルね、分かりやすいですよね。ああいう感じでシールでどんどん掘ってくるあれですもんね。あ、道中は両端を掘ってある感じなのかな、なんか独特な構造にはなってますね。全部この庭の部分からずっと出入りするみたいです。どう、ここって三線なのかな、なんか一本だけに見えましたけど、同じもう大阪のねど真ん中なんですけど、結構ちょっとローカル感がある、なんて言ったらいいんだろう、綺麗なんでね、後からできたら新しい駅なんで綺麗なんであれですけど、立ち位置的にはなんかなんだっけ、それも言った南海の何回の何だったか、ここは千日前じゃなくて、塩見橋や、何回の塩見橋線みたいなね、塩見橋駅みたいな、ちょっとその感じもありますけど、まあ全然ね、 あっちはもう昔からの昔はターミナルとして使ってたところが今も名残でっていう感じなので、こっちは新しく作ってますもんね、あれですけど。さあ、1日フリーキックできましたよと。あ、もう十分元はもうバリバリ取ってますね、これで。で、こっから問題はどうするかなのね。とりあえず中之島駅の駅前、まあ何かしら色々あると思うけど。とりあえず、淀屋橋の方面にプラプラと向かいながら、行っとったらええ時間になりそうやな。1時間やろ、淀屋橋まで行ってしまえばいいもんな。木のところでも冷やかしてもちょっとね。よし。じゃあ、ちでいいのか、新福島。あ、新福島、新福島。あと北の方やんな。待てよ。新福島まで行ってしまったらまずいよな。どっかで上に出よう。とりあえず上に出よう。環状線福島駅からそっちの方に出るとね。出たら結局京橋に行くのか。じゃあ元も子もねえもんな。まあちょっと出て、なるほど、3番の岩作ってあるんだ。へえ、作ってあるんだ。最高利用をいろいろと想像したんでしょうね。もう一回ぐらい、もう思った人なんで、もう全然エレベーター使いますよ。4番電球のエレベーターはこちらです。あ、結構深いな。よいしょ。4番電球へのエレベーターはこちらです。もう、ね、もうもうもう、もう4番出口へのエレベーターもガンガン使いますよ。中之島からは淀屋橋まで歩くか、
すぐ隣のね駅まで歩いても見れるしね。あんなこっちこっちの線の何やばいっていう何は橋駅やったっけ。4番出口です。渡辺橋か、大江橋とあって、あこの中之島駅4番出口、あもうここが川沿いなんですね。あ綺麗、こっちから出るんだよ。は民家の、あ、民家の家の社長、で、方面的にはこっちが梅田の方面か。なるほどな。